俺たちの戦争は終わった。だが、俺にはまだやらなければならないことが残っている。戦争は変わった。国家や思想のためではない。利益や民族のためでもない。金で雇われた傭兵部隊と作られた無人兵器が果てしない代理戦争を繰り返す。命を消費する戦争は合理的な痛みのないビジネスへと変貌した。戦争は変わった。 ID 登録された兵士たちは ID 登録された武器を持ち、 ID 登録された兵器を使う。体内のナノマシンが彼らの能力を助長し管理する。遺伝子の制御、情報の制御、感情の制御、戦場の制御、全ては監視され統制されている。戦争は変わった。時代は抑止から制御へと移行し、大量破壊兵器によるカタストロフは回避された。そして戦場の制御は歴史のコントロールをも可能にした。戦争は変わった。戦場が制御管理された時、戦争は普遍のものとなった。罪を未来に残してはいけない。世界を救えるのは君たちしかいない。私たちは神聖フォックスハウンドよ。全ての罰を僕らが受けるべきだ。スネーク、今度は俺が守る。アベル殺しでイブに追放されたのはお前の方だ。戦争は変わった。だが俺にはまだやらなければならないことが残っている。最後に課せられた罰は、俺の遺伝子ミームをこの世から抹消すること。それが俺に残された最後のミッション。世の中には語り伝えられないものがある。伝えてはいけないことがある。紡いではいけない命がある。